はい、こんにちは。熱帯植物栽培家の杉山です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、やっぱり寒くなってきたよな。だからこそ、今伝えなきゃいけないこと、やっていこうと思う。今日のテーマはこちらじゃん乾燥に強い、あいつを育ててみないか。さあ、乾燥に強いやつ。 さあ、なんだ、なんだ、なんだ。もうあいつしかないよな。そして今注意してほしいからこそ伝える。えー、今日紹介する植物、こちらじゃんサンセベリア。これは、 サムライドワーフだとかリトルサムライとかって言われたやつだな僕がもう本当に20年ぐらい前かなタイで見た時衝撃だったこれ当時本当に10万円とか15万円ぐらいだったそれがもう今や買いやすい値段になってる本当にギュッとしてて可愛いよなさあこのサンセベリアもちろん前の動画でも断水するかしないかっていう動画がありますそれを見ていただきたいでさらに今から伝えれるべきことっていうのもし ししししししっっっっかりと見見てってほしいあ聞いてってほしい見てってしいいいいい聞よろしくお願いしますまずサンセベリアどんな土で育てれるかこれは、えー、ココチップでも水ゴケでも無機質でもどの土でも育てれるそのぐらい強いで乾燥には強いじゃあどのぐらい水やらなくてもいいのかっていう1ヶ月水やらなくたってピンピンしてる。 もちろんあの光があるだとかその環境によりけりだけど1ヶ月水をもらえないからって全然大丈夫なんだ。でね、あのじゃあどうやって生育させるのっていやもちろん水をやらないと生育はしないそして水をやると生育はするでも冬場の水やりで、えー、10度以上を保ててる人はしっかり乾いたら水をやるっていうやり方にしないと、えーだまあ、前の動画でも言ってる通り、えー しわ、えー、になりすぎちゃった場合立ち上がりでああって崩れちゃうっていうことがあるねでもねあもう一つサンセベリアの特徴の一つとしてここトゲとは言わないけど刃先が鋭利なあ鋭利もしくはその尖ってるんだここで刺さることがあるからここに関してだけは爪切りでパチパチパチって切っちゃって大丈夫そうすると刺さらなくなるからそれだけでまずは危なくないねそして今度は あの、種類もいろいろあって、こうやってラブラノスシリーズって言われて、ラブラノス、番号で言うとこれ2、3、な5なんとかかなうん、って言われてるやつで。こういうね、立ち上がるやつだったり、ええー、まあいろんなタイプがある。ラブラノスって言われてるタイプがあるけど、これはね、ラブラノスさんが見つけたって言われてるんですが、実際に、 ラブラノスさんが本当に見つけたかどうかっていうのは、はてなマークらしいぞ。僕の友人、まあもう亡くなっちゃったんだけど、あの、海外の友人のね、えー、人がね、ラブラノスさんと話した時に、サンセベリアラブラノス番号めちゃくちゃあるけど、本当にそんなに見つけたんかって聞いたんだって。うん。そしたら、あの、ね、あの、実は、つって、僕はそんなに、 見つけてないっす <laughs> そんな話があるらしいだから、まあ、ラブラノスさんって、まあ、そうやって植物をすごい発見する人だったからこそラブラノスが見つけたっていうと値段が高くなるっていうふうになっちゃってあの勝手に番号をつけられたっていうことがあって実際にサンセベリアはそんなに見つけてないらしいはい。<laughs> はいまあだからそういうのも分かっといてほしいんで、えー、あとはですね僕が好きなのは えー、キルキーのシルバーブルーこれはね大型になっちゃうんだけどにコンパクトで作れれば可愛いしあとはボンセレンスボンセレンスね,ねでボンセレンスはね本当に好きなんだ好きだからずっと作ってるんだけどこれもね本当に面白くてあの Y 性のもの要はあの小さくなるものこういうタイプ。 あの、これはうちでハザしで出たやつなんだけど、これは世界的にも他でも出てる。ドワーフって言われてる小さいやつだよね。こんなのやつが出てきたり、うちではもう一個ね、え進んでいて、今度はね、緑になるタイプ。うん、濃いでしょ。全然盆栓スと変わってくるよな。こんなタイプが出てる。だから僕はこういうやつを今後、あの、小さいし、可愛いし、あの、今後こういうのを増やしていきたいなと思ってる。でね、サンセベリアは、100均でも売ってるじゃん。だから、まず、え買ってきたら、 どうするかっていうところなんだけどは水はいらないよは水は与えないで欲しいこいつらはは水を与えて湿度が高い環境だと、えー、シミができたりする可能性があるからそこだけは気をつけてねは水はいらないで乾燥にはすごい強いでね酸性ビレッのもう一つ群生するんだこのようにこんな感じで群生するんだ ね、これはなぜかって言われると、僕は、えー、サンセベリアの自生地っていうのはアフリカなんだけど、行ったことはない。だけど、この間、ハワイのここクレーターガーデンって言って乾燥地でサンセベリアが埋まってっていうところに行ってたら、これね、地下系でこうやってどん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 ,どん群生していくんだ。あのー、群生していく性質がある。だから、もう、サンセベリアっていうのは、ちあの、要は、えっ、ー、とー、 地下、地上に出てるんじゃなくて、地下に茎を伸ばしていって、で、生息域を伸ばしていって、どこに水があるかっていうのを探していくタイプなんだって覚えていただければ、こういう風に群生するの。これは、えっ、ー、と、サンセベリアの、えー、ツイステッドシスターとかって言われてるやつ。トルネードとかっても言われてたりするけど、僕が、僕らの当時はツイステッドシスターだった。これ、うねるタイプのサンセベリアだよね。こういうコンパクトなやつ、やつもあるから、あのー、初めて植物育てたいっていう、生育は 遅いよだけどあの初めて育てたいっていうのはやっぱりサンセベリアっておすすめだと思うんだでもう一つおすすめなのは僕はやっぱりこれかなエリスリナいいよねこういう細い感じとさ緑の感じでねでこううねるような感じになる僕はこれすごい好きなんだあんまり流通量はちょっと少ないかもしれないけどこういうのもいろいろあるサンセベリア本当に種類がたくさんあるからこそお気に入りを見つけてもらってでそれを、えー、風通しをよく。 そして、え、温度は低くしすぎない。10度以上は保とう。で、乾燥しても耐えれるし、で、えー、真夏のよく動くときはしっかり肥料と、えー、肥料をやる。葉水はいらないよ。そういう風に育ててもらえるといいかなと思う。あの、サンセベリアね、ほんとね、えー、もう一回ブーム来んじゃねえかなって正直思ってる。そのぐらい、あの、僕は注目してる。だけど僕は古い品種しか育たないよ。なんでかっていうと、新しい品種高いもん。はははは。 あの古い品種の方がやっぱり安くてあの面白いやつがいっぱいある100均でも扱ってるからこそいろんな人がねトライできるそして生育はゆっくり、えー、例えば葉っぱが1年で2枚しか出ないとかそんなことなんてざらにあるだけど、えー、サンセベリアってもう一つね正直なんだ。 彼らはすごく正直で、例えば、肥料が、光が足りなかったら、葉っぱがギューンって伸びる。で、光が、あの、十分あると、えー、コンパクトに収まってくる。そして、肥料があったら、すごい地下茎を伸ばして、小株はたくさん増やしちゃう。えー、そういうふうに、その、えー、生育は遅いんだけど、遅いなりの表、や表情。うん。どういうふうになるか。伸びちゃうのか、小株すごいたくさん増やしたのか、とか、いろんな、 顔が見れるから、だから楽しいと思うよ。ぜひね、あの、初めての方は、とにかくサンセベリア、ああ、やってみて。水のやりすぎにだけ注意して。やらなさすぎよりも、やりすぎの方が枯れるリスクが高いです。そこだけちゃんと注意していただければ、めちゃくちゃ楽しめると思う。ね、もうただでさえ育てたくなってきたでしょ。ね、こんな見てよ。こんな格好になったら、ワクワクしないか。こういった、なんか、サンセベリアを育ててみないか。ね。 あのー、ワクワクするだだろうなんだこの育て方もう自分で自分を割れちゃってるけどもうそんなことは気にするなこんな格好になったらワクワクするじゃないかこういうふうに上に伸びていったらワクワクしないかそんな形でえ今日はこの辺で一旦失礼しますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたああとねう忘れてたサンセベリアの面白いところはが,ができるこれも前やったと思うこうやってね葉っぱをねこうペリッと取ってペリッと取って これを乾かしてあの土にこうやって刺しとけばそこから根が出て増えやすいそしてうちでも変異が出ている通り葉ザしっていうのは変異が出やすいから不入りだったりだとかこうやって小さくなる歪性のものそういうのが出てくるからそこも面白さの一つだと思うぜひ楽しんで。<laughs>